よこんにちは、こんばんは、タイポンです。皆さん知ってますか？755というアプリを結構 CM とかでも流れてるので知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、755というアプリは芸能人、例えば AKB48 さんだったり、サンダルメジェストブラザーズさんだったり、 E-Girls さんなど、他にもたくさんの芸能人の人たちとお話できちゃう、そんなトークアプリでございます。俺はリリースしてちょっと経ったぐらいからもう755はやってました。ちょっとね、画面を映しましょうか。ポーンっつってここに今映すんで、パーンっつって言ったらもう映ってますね。はい、こんな感じで、なってるんですけども、オフィシャル総合一般とあります。755総合ランキングってやつに載ってますね。もうすごい有名な人たちばっか。他にも、一般の人たち、普通にこの755をやってる人たちですね。じゃあちょっと俺のやつを見に行きましょうか。はい、こんな感じでマイトークというふうにあります。 YouTuber タイポンだけどなんか質問あるみたいな感じで、でちょっと見てみましょうか。本物？本物ですか？本物？本物だよね。本物ですか？なんで公式にならないの？本物？本物？本物だよ。まあこんな感じで、よく本物ですか？偽物だろってよく言われるんですよ。ね、言われるからわざわざ見えるかな、アイコンの画像を755は本物ですっていう風に書いて、それをアイコンにしたのにもかかわらず偽物だろ、本物とかすごい聞いてくるんですよ。なので今日はもう755の社長さんに、社長さんにもう直訴しようと、ここまで来たら本物にしてくださいと言います。じゃあちょっと検索して行っちゃいます。もう755社長、755社長のトークライブ見つけちゃいましたよ。お、この人が社長さんですね。おはようございます、チャットさん。ここに野じ馬コメント打ちたいと思います。お、野じ馬言ってやろうと。そんな言い方ダメですね。野じ馬言いましょう。こんにちは、 YouTube で活動してるタイポンと申します。お願いなんですが、僕をオフィシャルにしてください。してください。よく偽物と、偽物と言われ、気持ちが落ち込んでます。よし、よろしくお願いしますと。じゃあこれで送信しちゃいますね。バイ。あー、チャットさんこれ見てくださいよ。チャットさん、野じ馬コメントで社長のね、755の社長の人にコメントしたんですけども、見てください、こちらサイバーエージェント来ちゃいました。今から社長のとこに行って直訴しに行きたいと思います。これ水もらっていいですか？どうぞ。あ、本当ですか？やった。いやー、ありがたい。アメーバウォーター、森社長がいるとこにちょっと行きます。ここですね、ここです。ミーティング A というとこにいます。じゃあ早速入りましょう。こんにちは。あ、こんにちは。社長、755オフィシャルにしてください。大丈夫です。はい、ってことなんで社長に直訴したら、なんと755オフィシャルしてもらいました。755のタトゥーを入れましたもん。で、こちらに今俺の、トークを出してますけど、これ本物なんでね、本当にいつも偽物偽物言われてましたけど本当なんで、でオフィシャルになったんで、もう本物ってことは証明されました。おい、偽物って言ってたやつ本当に怒るぞ。俺のトークタイポンで検索すれば出るので、ぜひぜひフォローして、野じ馬、あーすごいいいメロディーが流れてきた。はい、ってことでね、ぜひぜひ俺のトークをフォローして、野じ馬コメントにいっぱいコメントをしてください。なので俺とたくさんトークしようぜ。バイバイ。